アークナイツミノスから参りました祭祀のパラスですこの度ロドスで一息つかせていただきますとは言ったものの美祀と演劇によるもてなしを切に願いますそしてそれ以上に戦場を渇望しています よく休めましたかドクター。助手ですか十二英雄伝の祭司と同じようなお仕事なら、おそらくお役に立てるかと。んつ,つ、次は飲みすぎないようにしないと。あれドクター、どうしてそんなふらふらと歩いておられるのですか 祭典の時期は、演劇にお酒、スポーツ大会と、街がとても賑やかになります。実は私も、アマチュアのフォーミュラ戦車レースに参加したことがあるんです。かなり根の張る戦車で奮発したのですが、私が去ってからどなたかに引き取られたのか、それとも、打ち捨てられてしまったのか。その後の運命は、 知るよしもありません。志を同じくする義士の方が、ロドスにこれほどいらっしゃるとは思いませんでした。ええ、歌、戦、自由。歴史の本流の中で人々の力を集結させ、この大地を変えるために奮闘できるとは、なんと燃えることか。 このような悲壮で非凡な物語は、語り継がれてゆくべきものなのです。オリパシをわずらってから、私はミノス辺境の村に隠居しました。しかし、かの地では、ちょうどサルゴンの侵略によって、小規模な自衛戦争が起きていたのです。そして最後には、ミノス人が勝利しました。 ですが、このようにただ事実が伝わるよりも、それが物語となって語り継がれていくことを願っています。灯された反逆の炎は、すぐにでも燃え広がることでしょう。戦争の女神の物語は、我先にと解放を待ち望んでいる方々の手で、思うがままに広めていただきましょう。 私には、この病に侵された体と、変わらない信仰があるだけですから。なるほど。あのかつての武器中造チャンピオンのバルカンさんがこちらにいらっしゃるんですね。願ったり叶ったりです。私のこの武器は、どれほどの職人を訪ねても新品同様に修繕できませんでした。ですが、 こちらのサインをご覧ください。これは彼女の、え多言無用ですとミノスの英雄たちの物語には、喜劇も悲劇もあります。ですが、十二英雄が最も偉大と言われる点は、英雄となった後、皆が皆例外なく、普通の一般人として、 失踪に暮らしていたところなんですよ。長きにわたる悲しみに心を麻痺させ、哀れに迫害され続ける者たちよ。心に希望がなければ、怒りの炎を灯せないのです。残酷さと向き合えと強要はしません。ですが、勇者になりたいのならば、一つの信仰。 一片の火花、そして一本の動画線が不可欠なのです。立ち尽くして物思いにふける癖のせいで、時々皆さんにも寝てるのかと突っつかれてしまうんです。勇者たちが奮戦する様をありのままに記録できるとは、なんとも便利なものですね。 栄光を手放し、英雄たちは平凡な生活に戻ることを選んだというのに、折パシを患ったことで、普通の生活を送ることすら許されないというのですかそれは、間違っています。私は、英雄たちの意志に付き従う信者です。この不平と暴虐に抗う武器を、 にぶらせることは許されません。そして、救済の使命を忘れないために、常に謙虚であれと、自分に言い聞かせ続けているのです。勝利を守りし英雄たちよ、その祝福を賜らんことを。偉大なる戦士たちよ、私が共に立ち。 あなたたちと戦い抜きます。次に振り返るのは、勝利を携えて帰還するときです。恐れることはありません。万有の徒など、敵ではありません。看固せよ来い。 もう後悔の余地はありません。逃げ道など必要ありません。英雄たちよ、この揺るぎなき信念を称え、我らに組みせよ。震え上がれ、真の勇敢さを前に。泣き叫べ、その脆い信念のもとで。 ここにひざまずくのです。ええ。ついに成し遂げたのですね。私は今、至高の栄誉と幸福に包まれています。振り返りなさい、勇者たち。我らは火の打ちどころのない勝利を収めました。さあ、戻って歓喜の宴をあげましょう。 耳を澄ませてください。もう悲鳴は聞こえません。これが幸福と平和が訪れる前の静けさというものでしょう。人類の戦争に終わりがなくとも、今回ばかりは命の尊厳を守り通すことができました。撤退しましょう。胸を張って堂々と。 この角で家具を倒してしまわないよう気をつけますね。知恵と力が手に入ったら、あなたは何をしますかミノスモチーフのマルチメディアスタジオ、一緒に行ってみませんか